はい、皆さんこんにちは、畑野理和です。今日はですね、むくみ解消ストレッチご紹介したいと思います。むくみ解消ストレッチのポイントは2つですね。2つ。1つ目は関節ね、前面にある大腿動脈という大きな血管があるんですけども、この血管周りのストレッチをすることで血流が良くなってむくみ改善につながるということで、もう一つですね、もう一つは全身の末端にあるこの足首からふくらはぎにかけての筋肉ですね。この筋肉をストレッチすることで血液が上に上がりやすくて、むくみ改善に役立ちています。で、今日はですね、そのポイント2つを押さえたストレッチをね、2つご紹介します。まず1つ目は、さっき言った股関節の前面、大腿動脈の血流を良くするストレッチ。まず片方ですね、片方の足を前に出します。で、後ろの足のこの股関節前面の付け根を意識してもらって、このまま体を前に移動します。体をこうひねらないように、骨盤はまっすぐで、この足だけ後ろに流す感じ、伸展させる感じですね。このまま前に行って、骨盤も開かない。骨盤も閉じたまま前に行く。そうすると、ここの前面が伸びていきます。で、さらにですね、この前面には大腿直筋という大きな筋肉もやっぱり重なってきますので、このまま前面を伸ばしたら、あと、この後ろのですね、足首を持ちます。持って自分のこのお尻の方へ近づけていくと、後ろ足の太ももの前側から付け根が伸びてきます。これを30秒ずつ、これをまずは、ね、伸ばしたまま30秒行って、その後この足首を抱える、自分のお尻にこう近づけていく、このストレッチを30秒やってみてください。これがまず1つ目ですね。1つ目、むしろ反対側ですね。で、この後に今度はふくらはぎのストレッチ、これ簡単です。手を壁につきまして、足を後ろです。で、かかとが、ね、浮かないようにかかとをつけたら、体を、足を前に持っていくだけ。この時にちょっとお尻は、ね、こう引きやすいんで、お尻をね、中に入れて、かかとが浮かないように、ふくらはぎを伸ばしていきます。これも30秒。この2つをね、やるだけでもかなり、ね、むくみ改善にはなってきます。もちろん、膝を曲げてこう、ふくらはぎ伸ばしたり、ひらめきを伸ばしたりというストレッチもあるんですけども、基本的にはこの2つやるだけでもかなりむくみ解消になってきますので、ぜひこの2つ足で使ったりとか、ね、寝る前とかやってみてほしいなと思います。はい、今日はですね、簡単にできるむくみ解消ストレッチご紹介しました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また明日もお会いしましょう。さよなら。